監督の人と戦うという番組に出ました。クリエイティブジャムっていう番組なんですけど、今 U-NEXT でね配信してまして、ざっくり言うとファーストジャム、 AKB48 のメンバーが撮ったスマホ動画を組み合わせて作る面白い映像作品っていうもので、僕 YouTuber vs 監督の長尾久美子さんっていう人と戦うっていう、まあいろいろあって、本当に追い込まれたんですけど、結構ね。で、今回先に言っちゃうんですけどね、 U-NEXT だけに留めておくのがちょっともったいないので、ぜひどんな感じで僕がどんなものを作ったかをねちょっと見せちゃおうと思って、大ネタバレ動画です。許可取らないで暴走して動画撮ってます。まあ全公認なんですけどね。まあ見せちゃおうよということでね。U-NEXT とかパラビってスクショが取れないから拡散しづらくてねって思って、なんかもうバンバンスクショ取って拡散してもらっちゃおうという、僕が気持ちよくなるための動画です。まあどういう動画を使ってたのかっていうね、元の素材がどういう動画だったのかって知ってもらって、ちょっと僕の苦労をね共有したいなと思います。いろいろありましたね。まあ後ろにも流れてるんですかね。まあ例えばね、こういう動画、マロンくんって言うんですけどね、めちゃめちゃ怒ってる、怒ってるし、ちゃんと映ってない、怖い。こういう間違えて起動しちゃったのっていうカメラ。チキン買ってきたよ。弟くんの心ばかりのありがとうっていう言葉、これとかね。動画じゃん短っ。動画じゃんも言い切れてないっていう。長友さん結構せっかちでね、すぐ止めちゃうんですよ。まあ、基本的にめちゃめちゃ短いんですよ。タコスが、QR QR コードを映した映像を使って作る面白い映像。これ本人は知らないで撮ってますから、その制作のスタッフの方がもう何気なく撮ってきてくださいって言ったからこうなったんですからね。というような感じで、僕も長尾さんもめちゃめちゃ苦労したわけなんですけども、僕の方と長尾さんの動画はねめちゃめちゃ違ってね、映えましたね。他の戦いもめっちゃ面白かったですね。ちょいちょい僕出しゃばって他の戦いにも出てるんでね、一人田舎から出てきたから楽しくていろんなところに出ちゃってる。だし田舎から持ってった小安い名がね、どんどん後半の戦いになるにつくつれて机の上に散らばってるみたいなのとかね、開始2、30秒で映る真オレンジの萌えさんね、マネージャーとしてついてきてくれてた萌えさんが割としっかり映ってたとかもありますから。で、この素材なんですけど、実は100個ぐらいあってね。で、僕実はこの素材全部使ったんですね。これ別にルールにはないんですけど、それがですね、100個使った話とか全然できなくて、今回許可もらってね、この動画を撮ったんでね、100個どう使ったかっていうのをね、見てもらいたいんで、そのためにまず僕がどんな動画作ったのかっていう、もう見てもらおうと思います。見せれるとこまで。明日は雨かな。結構雲がどんよりしてて空が暗い。晴れてほしいな。ここ少し前までチューリップが咲いてたんですけど、もう気づいたら何もなくなってました。次はどんなお花が植えられるのか楽しみです。5月なのになんと今の気温30度です。暑い、暑日傘。雲がどんよりしてて、次はどんなお花が植えられるのか。なんと今の気温30度です。どんよりしてて、どんなお花が30度。どんよりどんな30度。どんよりどんな30度。どんどん1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 0度。
風呂上がりが、いただきます。私が頼んだのはこれはサービスでついてきたです。アイスじゃない、しじみじゃない、ステッポじゃない、ピックピック、どうしても食べたくて食べたくて、0123456789で取り分けられてます。飾り付けてます。暗い場所0.75、0.25あれだ、ということでみんな見て、この動画を境に感想とか拡散してもいいと思うよ。多少ネタバレ含みいいと思うよ。もういいんじゃない、俺が勝ち負け言わない分にはみんなが言ってもいいんじゃない。お、動画に急に出てくるのに最後までなんでいるのか説明されない人だ。あ、どうも、なんでいるか説明されない人です。菅原さんという、その説は本当に申し訳ありませんでした。貴重な経験になりました。本当に優しすぎるな。密着映像見た人もそこまで伝わってないと思うんですけど、要は最初僕が思い描いてたものには菅原さんが必要で、まあ、要は菅原さんを合成しようと思ったんですね、映像ね。あ、結構いろんなものを準備したんですよ。これ作ったのがこれなんです。すごいですね。もうこれを作るタイムラプス映像も撮ったんですけど、もう菅原さんと共に世に出ることはなかったんですけど。そっちはもう1秒も出てない。そっちはもう1秒出てない。だから今1秒出しますけど、超タイムラプスで。ぜひここで。結果、準備したものがなくなるという、菅原さんと撮ったの3時間。そうですね、3時間が。今日ありがとうございましたって LINE 送ったら即座に電話来まして。すいません菅原さん、お話ししなければならないことがそんな目がん決まりではしてないですけど。そうで、実はね、はい、菅原さんが跡形もなく消えたわけでは実はないという話もありますね。あ、そうですね。ということで、そんな菅原さんと、まあ、実はこの映像頑張って長友さんの素材100個を入れ込んだんですよ。まあ、ちょっと説明したいなっていうことで、ちょっと菅原さんに説明してちょっとうさばらししたいな、うさばらしなんですね、呼ばさせてもらいました。あ、ぜひとも。優しすぎるな。これがボツになっても許してくれそうですね、年上なのに。はい、いやいやいや、そんな、うん、いや、年上ではある。もうなんか謙遜できるものじゃない。菅原さんはでも一回見てくれたんですよね。あ、はい、見させていただきました。あ、ちゃんと多分僕が見やすい中で、まあ、見てもらっても分かる通り100個のうちの大半は音で使ってるんですよ。っていうので、まず分かりやすく77動画は使い切ったんですよ。残り23が実はちょっと見つけづらいところに使ってて、まあ、これなんですよ、残りの23動画。これらは普通に使ってたら使えなくて余ったやつらなんですよ。あ、はい、だから本人が映ってないのがやっぱ多いんですよね。あ、確かになんか足元だけとか。そう、はいはいはい、で音が入ってないとかね。それこそ、はい、左下になんかずっと青いやつが。あ、これね、これはプレートライトですね。プレートライト、これ黒いくらいの。これ長友さん本当奇才で、この夜の散歩っていうだけでやっぱ iPhone の性能的に真っ暗になるじゃないですか。そうですね。さらになぜかスローモーションで撮ってるっていう奇才なんですよ、すごい。でこれも使いました、実は。じゃあ早速今の23個使ったのがどこなのか見ていきたいと思います。はい、はい、まず1個目、こんなシーンありましたね。はい、ここ、あ、緑のペンライト、はい、これも長友さんのライブでお客さんが振ってるやつを切り抜いて、あ、ピンクのペンライト、これがペンライトじゃないんですよ、実は。え、それはこの映像のこの、え、この音楽室とかの厳重な扉のノブ、これをここピンクにしてペンライトにしました。あ、そういうことなんですか、これ。そうです。だから実はちょっとここちょっと指映ってるっていう。ああ、本当だ。こんな感じでこれで1個使ってます。なんか僕これをやる上で、例えばこの映像を真っ白にして白として使うとかはできるんですけど、まあそうですね、なんかそういうこの映像じゃなくてもできることはしたくないなと思ってて、一応この映像のね強みは何かなみたいな探して、一応そういうズルはしないように頑張ってる様もちょっと見て褒めてほしい。あ、はい、これは本当にでもすごい
ですね。次いきまーす、はい、ですね、ちょっと多いんじゃないでしょうか。はい、ここ、あ、はい、この左上の汁が流れてきてるやつが、これ流しそうめんの。あ、これを、はい、僕今までは静止画を切り取る方法は知ってたんですけど、映像を切り抜く方法を知らなくて、菅原さんを合成するのに僕は合成の編集能力がまだ足りないなと思って、あ、実はその編集が得意なアハト君っていう子からこの切り抜く方法を学んでて、だからその菅原さんのやつは頓挫したけど、その能力だけは残ってたんで、だからこの映像でもこれを切り抜きができたっていう、実は生きてるんですよね、菅原さん以外は。でここに手はないですから、はい、このスマホ持ってる手、あ、なるほど、持たせてる。物理的になんか変なのは嫌だなと思ったんで、意外とそこはケアしてたりするんですよね。なるほど。じゃあどんどん行きます、はい、気持ちいい。はい、ここ、はい、分かる通り、あ、この体温、そう、体温正常ですっていう、これ音も使いましたね、はい、ちなみに1個こだわりがあって、この寒いの時の長友さん、はい、これこの映像見て分かる通り頭が切れてるんですよ。こういうのが僕的にあんまりちょっとモヤモヤしたんで、ここの上に体温乗せることで頭が切れてるのをちょっと隠してるんですよ。あ、なるほど、すごい、 ありがとう、見事な編集技術やったー、はい、ヒャダさんがでも自分で言うのもなんだけど、めっちゃ褒めてくれた、はい、これいいネタバレだけど、いいネタバレ、緊張しないで見てください皆さん、本当に勝ち負けだけはねあえて言いませんけど、そう、ネタバレすぎるからね。ぜひパラビを登録して。あっ、パラビなくなったんですよ、実は。Unext になって、で、Unext が実はですね、31日間無料で視聴できるんで、実は無料で見れる術がね、できたんです、これで。いい振りでしたね。急に宣伝へのパスになってしまった。これ皆さん、菅原さんのせいで僕こんな流暢に喋ってるんで。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ここ、はい、まあ、この顔はスティックを加えてたんですよ。だからこう吸ってるのにちょうどいいっていうね。あー、確かに。お箸、お箸はこの下敷きのピンクの部分、これを箸に再利用してます。おー、リサイクル。これの何を使ってるでしょう。え、あ、クイズクイズ、急にクイズでもなんか、なんでしょう、手振ってるところだから、なんか一瞬どこか止めて手使ってとかですかね。正解、ズーム。はい、ズズズズズズズ、ん、これ、これ、あー、ライト、このライトがここに、あー、こう動いてるんですよ。あー、確かに。でこの光もこの黄色いバッグ、黄色が綺麗だったんで、これをちょっと加工してこのライトに使ってます。あー、すげー。さらに、どうしても食べたくて食べたくて、ね、0123456789に分けられてます。はい、この七味、え、七味のボトルはこの渋谷のこのモニターのこの周りの、え、これこれなんですね、この四角いやつが。あ、なるほど、確かに、キャップっぽくないですか。あ、確かに言われてみると。で、中の七味、え、これ実はこれ、あ、今菅原さんが着てるお揃いのシャツ、あ、ここからお揃いコーデにしようと思ったこのシャツの赤と白と黄色黒、はい、これを切り刻んで使用しております。こんなところで共演果たしてたんですね。足0.75、0.25、0.25。この急に出てきたハートはメンバーの方のこの超短い動画というこれが一番でしたね。あ、はい、ここまでで9個残り14個ぐらいちょっと見ていきます。あ、はい、残念、皆さんには1番までしか見せてないんで、ここからはね、はい、まだみんな見てないんですけど、この家族会議のハートなんですけど、ただ色分けしてるんじゃなくて、実はチーム4のシャツの拡大ですし、はい、タコスのキャベツ、これはレタスか、レタスかな、レタスですかね、ですか。でこれが、あ、はい、まあ、ちょっと流しますけど、できたよ、はい、弟がありがとうしか言えない。あ、はい、食べな、はい、ここ、はい、このガリはアジサイでした。あ、アジサイを加工してね。でこの映像ありましたね、さっきの兄さんが歩いてる、はい、これ音もないんですよ。これめっちゃ困って、しょうがないからこの殴る時に石を握らせるしかなかった。これ殺傷能力を上げさせるしかなかったっていう、なるほど、っていうのがありまして、はい、さらに、はい、
言ったらこの色のやつ、これもさっきのイエローバッグなんですけど、あ、はい、背景白いなんかかと思いきや長友さんが試着したこの服、はい、これです。あ、なるほど。実は背景がねなんかちょっとずつ変なんですよ。だからこの動画ショック受けてる背景はこのグレーの地面ですね。まあ、はい、地面です。この後なんです、このシーン、はい、このただの真っ黒なシーン、あー、はい、よく見るとこうザワザワしてませんか。あー、確かにちょっとこう真っ黒にするよりこのさっきの暗闇散歩スローモーションめっちゃ不穏な雰囲気出るじゃんみたいな感じで、ここただの真っ黒じゃなくてザワザワってさしてるっていう、画面の中のものとかじゃなくてノイズ、そう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 、このね、はい、悲しいシーンですよ。そうですね、うん、あれ泣いちゃって、あらららら、というこの涙はこちら、お、神々しい水色がこの涙になってる、はい、このマロンが乗ってきた車、はい、このキックライトの車がありました。実はちゃんとありました、確かに。でさらにマロンが持ってるハンカチ、この大森さんの服なんです、仲良しの大森さん。どんどん行きますよ、大逆転のシーンですよ、この激アツの。この背景の虹、はい、これはこのバスボムの、これをさらに加工して虹色にしましたけど、このちょっと不穏なね、この最後の、はい、これちょっとクイズ出していいですか、はい、果たしてこれ僕何工夫したでしょう。なんか今までと違う感じで、なんか震えてますもんね、この赤くなって、はいはい、まあ、この震わせること、あとまあ湯気とかですか、左、あ、正解です、はい、この湯気、はい、これ実はこの長友さんのモコモコパーカーをこのように上に移動させるのをこう三角錐に切り取って薄く、はい、したら、湯気、あ、いや、これちょっとね、正直うどんの歌の中で一番のひらめきかもしれない。いや、正直歌がね、一番すごいんですよ。はい、この歌もね、はい、あの僕が一緒に曲作ってるオルさんっていう人がいて、はい、全然別件で違う歌を頼んでたんですけど、はい、その人東京にいて、で僕がこのディレクターの人にちょっと事故がありましてって聞いて絶望してたんですけど、まあでも歌ならいけるかって思ってて、だだこねながらも、はい、でもいけるって言っちゃったら多分そっちになっちゃうしなと思って、で僕その時に実はうどんの歌じゃなかったんですよ、天津飯の歌で考えてて。天津飯なんですか。そう、天津飯の映像があったなと思って、で天津飯ってなんかいい歌作れそうだなみたいな、私中華の曲ってなんかノリがいいし、あ、はい、あ、天津飯の歌、あ、いけるわと思って、わかりました、それじゃ引き受けましょうってディレクターの人に言って、じゃあちょっと天津飯の映像確認しようと思って、はい、その映像を出して見たら、その天津飯の中からパスタ出てきたんですよ、はい、あのあれオムパスタの映像だったんですよ。オムパスタ、オムパスタの歌は作れない、ちょっとそうですね、語呂悪すぎる。オムパスタで他のね美味しそうなもの見たら、まあうどんならいけるかってことで、はい、しょうがないからうどんの歌になったっていう、そういう、でうどんの歌にした、で急いで萌えさんの知り合いの曲作る方だったんで、ちょっと曲作る方につないでもらえませんかって言ったら、はい、たまたま仙台来てて、マジで東京の人なのにラーメン食べてるっていうから、オルさんがね、はい、で急いでタクシーで行って、はい、オルさんのとこ行って、そう、オルさん一緒に死んでくれませんかって言って3日で歌作ってくださいって言って、で3日で作ってもらって、はい、わ、めっちゃノリいいわ、この曲いいわっていうので、これに合わせて歌詞を載せて締め切りまで2人でも毎日送り合って、で乗りやすかったっすよね。あ、はい、だいぶ、ちょっと僕と菅原さんがどこに出てるかはぜひね本編を見てほしいんですけど、はい、ちゃんと出ておりますので、こういう感じのこういうねところで、でもうクライマックスですよ、はい、これラッサビね、ラッサビ実はいろいろ紛れてます、恋が一瞬通るんですけど、恋の映像の恋がね、海物語の魚群リーチのように一瞬通り過ぎます、はい、この四角い柄みたいなやつ、中華風の、あ、はい、これは QR コードですね、これがないと認識しない部分で、これ背景で実はね、バックダンサーの足が映ってるんですけど、はい、これで22個、おお、はい、残り1個なんですけど、はい、それがですね、先に見せますね、これは、はい、この映像なんです、はい、おやすみ、
あら可愛い。なんですけど、ちょっと今までの僕のルール的にこの映像がめちゃめちゃ使いづらくて、まず顔はもう足りてるんですよ、素材として。だし頭めっちゃ切れてるから僕的には使いたくないじゃないですか。確かに、はい。長友さんがほとんどだから他のものもほとんど映ってない。本当に僕この映像最後まで残って、はい、マジで40分ぐらいこの映像何回も見てて、はい、この映像の強みどこよ。40分ぐらい、はい、ずっと見てて、川張りのソファーだって。川張りのソファーが、川張りのソファーのこの川の感じ、それがわかりました。背景がちょっとうっすらデコボコに見えた気が。あ、はい、もうマスターですね。いや、うどんの歌マスターですよ。うどんの歌マスター。この怒りの演出っぽい感じにすごいなるなと思って薄く乗せてるんですよ、はい、これで完成しました。これで100個お見事です。菅原さんも思わずどんどん左に行ってしまうという。あ、本当は確かに冷たく追いやと僕の気迫で、はい、これはね狂ってましたね正直。僕もうなんでこんなに100個使うことに躍起になってたのか途中で。めっちゃ臭いんでこれで。あ、はい。ということですね、はい、今手元にはね菅原さんの3時間のデータが残っててね、ほう、僕を持て余してるんですよね、はい、なんで、最後に贅沢にですね、はい、500倍速でご覧ください。